あなんかでも絵になってますね、すごい。ちょっと意外です。何年ぶりって広がるかどうか。いやもう、ね、もう投げ方が分かるだけでもすごい。僕動画何回見ても分からんですもん。あ、めちゃくちゃうまいじゃないですか。いやいやいや、あんだけ広がってたらもう素晴らしい。いやーすごいな。なんかね、上から見る限りはね、いつもよりはそんな少ないみたいなんですけど、でもなんか入っとるだろうな絶対。あそこの一馬の交差点のところに、あのあれがあるゲートが、あのこっち側にこういうところに、あそこに置けるよ。抜けて出るよ。あ、これ本当深いですね。ギリギリですね。ギリだな。はい。いやいやいや、嬉しい嬉しいです。これ僕の計算ミスでちゃんと胸まであるやつを持ってくるべきだった。すいません、どうしようかな。飛んじゃったら逃げるって。いや、そうです。はいはい、うん、何これ鍵ですか。あ、タニシだ。タニシの殻ですね。追ってほしいよね。これはな、大谷氏だろうか、でもみたいな、大きさ。ジャンボ谷氏じゃない。ああ、そっか。はい、もうここはもうやっぱり大きいですね。僕がいつも網で取るのとは全然。あれ、それだけしか思うか。いやいやいや、十分嬉しいです。いやいやいや、ということはもう陽水さんは子供のところからこういうところでやったりしょうたんですね。そうそう、大人になってもずっとしょうたんだけど、はあ、最近ここ数年かな、はい、もう他に楽しいことがあるけど。ああ、いや、まあまあまあ、いやでも今のトアミのもう構えと投げ方でさすがだなと思いました。いやいっぱいおったんよ周りに、あのこういうことするおじさんがな。はい、うん、だけど子供にすぐそうやって教えようったっけ。うーん、みんなできるようになりよったんだけどな。素晴らしい。でも僕もそのトアミをね、ちょっと真剣に考えてるんで、もしあの気が向いたり時間があった時にはぜひ教えてください。ぜひぜひ。
おお。おお、なんかさっきよりも多いような気がある。あれ？風船もあった気がしたけど。あの風船棒いうのはあれここら辺の方言じゃないですけど、僕のその坂津の方の友達もそういやそんなことを言われたなと思って。ああ、あれあれ釜塚かな。はい。違うっけ。あ、これはね、これ2号や2号でもちょっと違うやつかな。つなが2号かな。ヨボリは、ヨボリはね、まあ観察が なかった、今まではなかったから、うん、そういうのはしなかったんですけど、あの手長エビは取りに行ったり。でも今はね、観察持っとるんで、うん、行こうと思ったらできるんですけど。あの、ここまたもうちょっと向こうになったら、はい、水が引いた時を教えてあげるけど、ゴールデンウィークも下あの閉めた思うんだけど、はい、そしたら汚れしたらな、はい、そこの、この砂地へ、はい、もうこっちを取ったらまたこっちを降るぐらい、はい、その放線棒が、あ、はいはい、こんなんがいっぱいおる時がある。ああ、そうですか。俺何十いて取った覚えがあるよ、これ。ウイカとトモロコの唐揚げ、いただきます。おいしい。これ100匹ぐらいいきます。おいしい。本当